本水門と南水門という二つの水門があり、花城城の南北を横断します。花くれないゲットと呼ばれていますファとホンはそれぞれファソンと虹を意味します。花くれないゲット水源河城の北の水門です。北から南に流れる水源川の氾濫を防ぎます。そして防御機能も備えています。花くれないゲット花崗岩でできた橋の上に建てられました。花くれないゲット7つの本与ゲットの上に正面2部屋、側面2部屋の楼閣が建てられています。パビリオンの建築面積は 52.89 平方メートルです。花くれないゲットの台に登ると、彼らは左右の石段を使っていた。7つの本与ゲットのうち、中央の1つだけが高さと幅が大きく、そして残りはすべて同じです。水門の外側に鉄門が設置されました。敵の侵入を防ぐため、綺麗な水が7つの水門を通って溢れ、水しぶきを引き起こします。まばゆい虹が花くれないゲットをさらに美しくします。これをファホングァンチャンと言います水原八景の一つに数えられています。本水門は1794年、清祖18年2月28日から翌年1月13日まで建てられました。1795年、清祖19年。北のウォーターゲート、別名ファホンムーン。蘇源春川の上に建てられ、花城城を流れる本流。水源河城の北側の水門でススウォン川の氾濫を防ぎ、北から南へ流れるもの。そして防御機能も備えています。花崗岩の橋の上に建てられた門です。7つの石のアーチがあり、真ん中のアーチは強調する対象が他よりも広いこと構造全体の中心。橋の両端には八角形の石柱が立っています。神話上のドラゴンのような生き物の像が上に置かれている韓国語では言い向けと言います。アーチの上には川を渡れるように石橋が架けられ、そして橋の上には木造のパビリオンが追加されました。このパビリオンはもともと軍事施設として建設されたものでした。敵軍の動きを監視し、攻撃する。しかし、通常は周囲の景色を楽しむための東屋として使用されていました。水門を流れる水は元気に落ちており、韓国語でファホンクアンチャンと呼ばれるスプレーを作ります。水しぶきが上がる雄大な景色も特徴です。スウォンファソンでは誰もが味わうべき美しい景色と考えられています。花くれないゲットは水門と東屋と共に再建されました。建宗14年1848年。そして少し形が変わりました。この水門は洪水で破壊され何度も再建されました。現在の建物は1932年に建てられたもので、木製のドアは2016年に修復されました。スウォンファソンは山と川を利用したデザインで作られました。そして発達山と水原川を拠点とした中曽王がかなりの期間滞在できるようにスウォンファソンに。彼は自然環境を利用しスウォンファを建築的にデザインした。特に北水門と南水門数が勝ったこと流れが通り過ぎる多くの観光客の注目を集めています。美しく建てられていること。水原河城の北側の水門である花くれないゲット、韓国語でヨンヨンと呼ばれる水原河城の美しい池につながっています。そして美しい情景を生み出します。表と裏の雰囲気。水原河城の北側水門である花くれないゲットは少し異なります。見る人の個人的な主観にもよりますが、様々な評価がなされます。水源河城の北側の水門である花くれないゲット、小さな水原川に合わせて建てられたもので、規模はそれほど大きくありません。それは建てられた水原花城城内での日常生活を支援するため。そして、それは韓国の朝鮮朝の美しい建築を代表しています。水源河城の特徴、それは、すべての建物が異なる形状と特性を持っているということです。
韓国の他の地域では見られない独特の形態を示しています。そして建物の価値が認められ、なので世界的に注目されています。韓国の長寿王朝の清楚近くのヨンヨンという池に泊まりました。ヨンヨンと呼ばれる池の近くでゆっくりとした時間を過ごしたことを踏まえ、水原華城の北側の水門である花暮ナイゲット、ヨンヨン池の適切な水深を維持すると考えられていました。そしてそれは大きな機能であったと考えられます。王様がよく訪れた場所だったため、美しい池の形を維持することは非常に重要な任務。これらの理由により、花暮ナイゲットは南水ゲットよりも美しく建てられたと考えられています。